はい、こんにちは、みぼうずです。今回のねスノーランナーですけど、まあ、前回言った通りね、まずはこの山の中のパイプライン建設、こちらからやりたいと思います。で、こちらが終わってからまたその次のお仕事ですね、このさらなる部品とか他の仕事もやっていきたいと思います。まあとりあえずね、やれるところまでやってみようって感じですね。それでは本日もよろしくお願いします。はい、じゃあ行きましょう。はい、まずはね鉄骨張り2から運びましょうか。はい、行きましょう。ここがね完成したらねだいぶ楽になりますからね。このルートが使えるか使えないかでねだいぶ変わってきますからね、本当移動時間が。まずはねとりあえず最初にね工場から鉄骨張りを2つ運びましょう。はい、あ、これトレーラーストアか、こっちは。はい、もうだいぶ無理やりなパックやってますけどね。はいはい、あとでこのタンクローリーもね処理しないとね。はい、どんどん行きましょう。まずはね最初に鉄骨張りを2で、次修理用交換部品ですけどね、修理用交換部品はどこにあるだろうって感じです。サービスハブですね。だからサービスハブなんで一回ね戻らなくちゃいけないって感じかな、向こう側に。はい、じゃあ行きましょう。やっぱり高級ウィンチなだけあってねパワーがありますね、ウィンチの。はい、上側の道に出ましたね。でも相変わらず小回りが効かないですけど。はい、サービスハブ到着です。移動距離が短いから楽ですね、やっぱり。修理用交換部品が2つ。あ、間違えて後ろに乗っけちゃってんだな。まあ前に乗っけようがね後ろに乗っけようがね変わんないからいいけど。はい、とりあえずまだ大丈夫だけど一応給油してから行こうか。止まんねん止まんねん危ねえ。はい、じゃああとはねパイプですね。あの狭いところから行く倉庫だとねいろいろ大変なんで、ちょっと別のところの倉庫行ってみましょうね。そこでパイプ中とパイプ小があるみたいだから、完全にねこれで輸送は完了になりますね。こっちですね、曲がりきらない。とりあえずねこの先です。多分絶対こっち行った方がね距離的には遠いけど時間的には短いってやつですから。はいはい、パイプ中とパイプ小ですね。とりあえずまたね上側の方から回ってきましょうか。移動時間が絶対短く済むんでね、こっちから降りていくとぬかるみですから。意外と
パイプ重いですね。そんなに加速しないんだけど。あ、危ない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 。ふざけんなよ。今ので落ちたんかよ。なんかね、ガチャコンと落としたから嫌な予感したけど、案の定ね、落ちてますね。クレーン付きなんでね、すぐ復旧できますけど、あんまり調子乗って飛ばしてるとこういうことになるってやつですよ。はい、アウトリガー、いい。意外とね、この回すのに時間かかりますよね。はい、はい、オッケー、行きましょう。あ、危ない危ない危ない。ゆっくり下りましょうね。はい、完成。意外と経験値になりましたね、お金と。で、次は掘削装置が解放されたのか。ホワイトバレー、ホワイトバレーはまだね。これもホワイトバレー。掘削用パーツ、とりあえずこれやりましょうか。とりあえずね、そろそろこの山を流れる川、多分終わりなんですよね。で、次は多分ホワイトバレーとかその辺りだと思うんですよ。その掘削部品の運搬つってホワイトバレーの仕事だったじゃないですか。お、それも絶対運ぶだろう。掘削用交換パーツ4つ行きましょう。あー、それもサービストレーラーがあるじゃん。後で運搬しとかないとね。はい、行きましょう行きましょう。これもね、多分比較的早く終わりますから。で、せっかくね、もう開通したんでね、アスファルトだけを通っていきましょう。多分今のとこ曲がってもいけるような気がしなくもないけど、絶対圧倒的にね、こっちから行った方が早いだろうから、こっちから行きましょうね。で、まだ大丈夫だけど、一応給油もしとこうか。はい、じゃあ行きましょう。結局あんだけいっぱいトラック持ってきた割にはろくに使わなかったね、トラック。ほんと、まあこうなることは予想してたっちゃしてたけどね。まあこの今使ってるこのトラックがね、やっぱりだいぶ性能がいいんでね、十分こと足りますもん、ほんとこの1台だけで。危ない危ない、飛ばしすぎ注意って感じだったね。はい、終了。で、次は、はい、とりあえずやっぱさっきのね、サービスサイトで発見されたやつをこれ北の港に届けるみたいですね。ということで先にそっちやっちゃいましょうか。ということで P16 のね、出番ですね。